富士山のふもと、美しい景観と豊かな自然にあふれる静岡県御殿場市。おなじみのプレミアムアウトレットから知る人ぞ知るスポットまで、御殿場市をディープに楽しむ旅へ出かけました。旅の始まりはランチから。手打ちそば金太郎で名物の御殿鶏そばをいただきました。そば粉と山芋を練り上げた肉リアそばの豊かな香りと、鶏肉がたっぷり入ったおつゆはどこか懐かしい味わい、プルプルとした食感の刺身こんにゃくも絶品です。おいしい。箱根外輪山の中腹にある平和公園は、御殿場市富士山眺望遺産に数えられる絶景スポット。園のシンボルは白亜の仏舎利塔、観音堂なども見られるユニークな公園です。壮大な富士山の姿と御殿場市の街を一望することができました。あ、富士山綺麗。たっぷり歩いた後は虎屋工房でリラックス。竹林に囲まれた散策路を進むと、おしゃれな建物が現れます。御殿場産の桜卵で焼き上げたふんわりとしたどら焼きと、和菓子に合わせてブレンドされたお茶で味わう至福のティータイム。あ、緑に溶け込み心落ち着く場所がそこにはありました。富士山を空から望むことができる御殿場プレミアムアウトレットの遊覧ヘリクルージング、ショッピングエリアすぐ近くのヘリポートから空のお散歩へ出発です。雄大に広がる空と山々、感動的な景色を全身で体感しました。すごい気持ちかったです。この絶景はヘリじゃなきゃ見れない。旅の2日目は富士山樹空の森から。園内にある天空シアターでは、直径6メートルの大きな立体模型を使ったプロジェクションマッピングをはじめ、世界文化遺産にも登録される富士山の成り立ちを知ることができます。広大なガーデンスペースが開放的な桜鏡、旬の食材をふんだんに使ったお料理を味わうことができるイタリアンレストランです。清らかな湧き水で栽培された野菜は甘く育つのだとか。素材の味を生かして滋味豊かに仕立てられた品々に舌鼓。おいしい。最後に訪れたのは御厨染色昭和染め小原屋。御殿場市の天然自然原料を使った昭和染めを体験できます。手順を教わりながらハンカチの昭和染めに挑戦。世界に一つの旅のお土産ができました。できました。見て食べて知って、富士山の多彩な表情を味わえる御殿場市でゆったりとくつろぎの旅を。